はい、今ねどこにいるかっていうと、アゼルバイジャンのバクーから中心からねバスでゾロアスター教の寺院に来てます。ゾロアスターということで、火を崇拝する宗教ということでね、まあ、いろんな宗教あると思うんですけど、その中で自然崇拝の宗教って結構起源昔ねあったと思うんです。で、その自然崇拝の宗教の一つゾロアスター教、火を崇拝する宗教という珍しいですけどね、多分歴史で習ったことあるんじゃないかな皆さん。で、ゾロアスター教ということで、紀元前7世紀ということでゾロアスターによって、始められた宗教で、今2700年の歴史があります。一応まだ信者いるみたいですけどね。ただ西アジアということで、この一帯そのイスラム教が台頭するまで、この一帯のまあ主要な宗教だったわけです。この火のね、だからこう火が煌々と燃えている、まあ、この中東西アジアに関しては油田がいっぱいありますので、そういった意味でもあの火が燃えてね、こういった燃えたりするわけだけど、こう見てみると皆さんね素晴らしいですね。こういう感じで火が燃えてる感じ、不思議ですよね。そう考えると火っていうのはまあ火事になっていろいろと大変ね被害を遭う方もいらっしゃるんだけど、ある意味この火によって料理ができたりとか、火によっていろんなことができる、まあ、そういった意味では、まあ、ある意味これ人間にとってもね役立つものであるのかなって感じはするんだけど、見てるとじーっと見てると不思議ですよね。この火の色、オレンジの色でファイヤーここに燃えてるわけです。もちろん熱いわけですけどね、なんでこの火なのかっていうね、ちょっと不思議、火が起こるシステムこういった不思議に思ってしまうんだけどね、だからこの2700年の歴史のゾロアスター教においていろいろとね、考えるものがあるわけですけど、火が燃えてます。でこれが寺院です。まあ、こんな感じでなってますけどね、なかなか、素晴らしいです。大きくはないですけどね、まあ、ぜひともここは、バクーに来たら訪れていただきたい場所です。